はい、どうもこんにちは、たけるです。本日は2018年の9月13日でございます。まあアップル好きの方ならわかると思うんですけれども、そうです、発表会がありました。そこで、秋ですね、はい、毎年秋になったら発表されるのが iPhone でございます。というわけで今回は発表会の情報を簡単にまとめて紹介していきます。それではやっていきましょう。はい、まず今回ね、 iPhone の名前がすごい出回ってたのご存知ですか？あのリークとかでね、いろいろ出回ってたんですけど、まあね、僕的にはね、その無印の iPhone になって iPhone 2018年モデルみたいな感じになるんじゃないのかなと思ってたんですけど、そうじゃなかった。メインモデルが iPhone XS になりました。7から8に飛んだくせしてまた S に戻んのかよみたいな感じなんですけど、まあその iPhone XS、 これが標準モデルですね。そしてもう一つ、それの大きいモデル、 iPhone X の新型の大きいモデルが出ました。それが iPhone XS Max。 ちょっとね、 Apple さんにしてはダサいんじゃないのかなっていうのが個人的な意見です。まあ事前にね、そのリークとかでも Max になるんじゃないのかとか、プラスになるんじゃないのかとか、いろいろあったんですけど、 Max でした。それぞれ簡単に紹介しておきますと、 iPhone XS は 5.8 インチ、 iPhone XS Max は 6.5 インチというサイズになっています。どんどん大きくなっていくね、すごいね。では iPhone の解説していきます。まずプロセッサーは、A12 バイオニックプロセッサーっていうね、まあ、A11 の次ですね、進化したんですけれども、そこらのパソコンと同じぐらいの性能になってますね。そしてスーパーレティーナディスプレイを搭載していて、OLED のとても綺麗なディスプレイとなっております。そして皆さん朗報です、バッテリーの持ちが良くなりました。 iPhone X と比較するんですけど、 XS の場合は30分で、 XS Max の方は90分だったかな、それぐらい持つようになりました。そしてカラーバリエーションにゴールドが追加されました。で、これも嬉しいんじゃないのかな、ガラスが強化されました。よくね、落としてある人いるじゃないですか。それもちょっと安心かなっていう感じはします。それとね、すごいびっくりしたことがあって、まず写真、ポートレートとかで写真撮りました。で、その後に F 値の調整ができるんですよ。だから背景のボケをね、調整できちゃうと、撮った後にボケの修正ができるんですよ、 F 値の調整ね。いや、これはすごいなと思いました。で、望んでいた人はいると思うんですけど、 512GB が追加されました。で、 IP68 の耐水性能出ました。68ですよ、もうほぼ完璧です。ただ防水とは言わないのかな、もうほぼ防水って言っても間違いないけど、防水ではないのかな、それが強化されましたと。で、次、デュアルシムです。2枚のシムカードが使えます。まあ2つのシムが使えるんですけど、切り替えられるっていうだけであって、その2枚シムを入れるのは中国だけらしいです。海外とね、日本行ったり来たりしてる人には便利かもしれません。で、なんとね、その 6.5 インチの iPhone XS Max でも iPhone 8 Plus とほぼ同じ大きさなんですよ。 iPhone XS Max が 6.5 インチ、 iPhone 8 Plus が 5.5 インチ、なのに大きさが同じと、すごいですね。じゃあ次行きましょう。 iPhone XR です。 XR、 これもね、結構リークあったんですよ。 iPhone XC になるんじゃないかとか、 iPhone XR になるんじゃないかとかね、いろいろあったんですよ。その廉価版の iPhone です。うん、いわゆる廉価版ね。その LCD っていう液晶を搭載したモデルなので、 iPhone 8とかね、それまでのモデルと一緒です、液晶です。 iPhone X と iPhone XS と iPhone XS Max は有機 EL っていうね、すごい黒の発色がいいディスプレイなんですけど、 iPhone XR は今まで通りの液晶ディスプレイです。でもプロセッサーとかは同じものを使ってます。これまでに出てこなかったリキッドレティーナーディスプレイってやつらしいですね。なんかかっこいい、かっこいいね。スーパーよりかっこいいかもしれない。でね、残念ながらね、廉価版なのでシングルカメラです。これは仕方ないね。それでもね、結構綺麗なやつ撮れて、なんか、うわーって感じでしたね。で、この XR の売りとなるのがカラーバリエーションです。ブラック、シルバー、イエロー、ブルー、コーラル、レッド。多いでしょう。ちなみにレッドっていうのはそのプロダクトレッドっていうやつですね、いつものはね。まあ廉価版っていう扱いなのかな。そして 3D タッチ非対応になっちゃったっていう、すごい残念な結果ですね。 iPhone 8でもね、 3D タッチ使えたのに、なんで変わったのみたいな感じですね。で、もう一つ発表されたのが Apple Watch です。 Apple Watch のシリーズ4、これもすごい魅力的なね、製品でした。まずね、画面サイズがね、 30% 大きくなってましたね。38、42だったのが40、44になりました。それぞれ2ミリずつ大きくなってます。
で、なんと心電図が計測できるようになりました。心電図計測すごくないですか。これあのデジタルクラウンのところに指を当てたら測れるらしいです。で、もう一つ気になったのが加速度センサーとかジャイロセンサーで人がそのアプローチつけてる人が転んだり落ちたりしたっていうのを認識したらアプローチが SOS モードになるかどうかみたいなやつが表示されるんですよ、自動的に。いや本当にね、健康的な、ね、スマートウォッチだと思います。アプローチね、いいな。それに伴ってアプローチシリーズ3の方は値下げされて販売されることになりました。でだ、 iPhone XS と iPhone XS Max の方は9月に予約と販売が開始されるんですけど、 iPhone XR の方はねちょっと生産が遅れてるようでして、10月になるそうです。以上、2018年9月の Apple の発表会のお話でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければ高評価とチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。以上、たけるでした。バイバイ。